はい、どうも、ラットです。ってことで、今回もね、クラッシュライドやっていくんですけども、今日はね、こちらの、もうね、エリゴレにキョウスケが入っちゃったよ、みたいな、もう、超絶チンパンデッキを今日はね、使っていきたいなと思います。まあ、このデッキで、なんかね、7200ぐらいに行った海外の人がいたんですよ。まあ、結構、グロ1桁か2桁なんですけど、結構10何位とか、はい、行ってた方がいたので、今日はね、こちらを、紹介していきたいなと思います。まあ、エリゴレダクネがね、単純に強い。そして、まあこの辺のね、周りはなんか環境で強いやつなんですけど、なんかキョスケがね、なぜか入っちゃったよっていうのがね、まあこのデッキの、まあなんでって感じなんですけども、まあキョスケ、まあ最近使われてないことはないですね。エリゴレに対して、まあ、悪いわけではなく、やっぱエリゴレダクネとかファルチとかに対して、そこをね、一掃できるので、で、あとはとりあえず、そのアンパイでも出してますし、キョスケはね、なんかずっと、めっちゃ弱くもなく、めっちゃ強くもなく、結構程よい、なんか感じを保ってるなと思います。で、あれですね、ちょっと挨拶、皆さん、今日なんか、ちょっと早いじゃん、みたいな、思った方いいと思うんですけど、あるクラロ YouTuber の挨拶がね、めっちゃ好きなんですよ、僕。面白い。を若干ね、真似したんですけど、わかるかな？わかる人にはわかると思うんですけど、マジで、はい。もうなんかね、早いの。もうなんて言ってるかわかんないの。本当に。なんか、はい、どうも、てらってらってみたいな感じのリズムなんですよね。別にディスってるわけじゃなくて、僕はそれが逆に好きなので、すぐその動画はね、もう挨拶を見に毎回見るんですけど、まあ、ヒント言っちゃうと、ヒント言っちゃうと、まあ、なんちゃらくんですね。僕と同い年の、なんですけど、もうね、挨拶が、はい、どうも、トロッとかって、みたいな、トコトッとかだみたいな感じなんですよ。これマジっすからね、これマジ。これ、ほんと聞いてみてください。結構面白いですから。いろんなの見るんですけど、僕はただそれがちょっと気に入ってね。じゃあ挨拶真似したって遊んでるだけなんですけど、よいしょ。これ、キョスケの爆弾で三次子全部死ねばよかった。はい、というわけで、これで終わりました。チンパンでしたっていう感じです、これ。そういうことなんで、まあ、このデッキね、まあ、今見てわかる通り強いっすね。だって、グラチェ7勝目なので、まあ、敵がね、まあ、決して弱いわけではない。はい。まあ、でも、敵のね、課題作るだけで勝てちゃう OP デッキです。これね、しかも、ファルチがね、下方されるのが決まってますので、まあ多分ファルチが下方されるイコール、まあエリゴレも絶対下方しないと強すぎますので、メタのね、ファルチが良くなっちゃうとね。来た、マッチング来ましたね。というわけで、日本人、お母さんよろしく。もう今マッチングカットしてるんですけど、もうマッチング時間長すぎて、まあずっと喋って撮ってて暑いので、服脱ぎましたからね、今の間に1枚ですけど。ジョーラーではないですけど。はい、もう暑いっすね。エアコン、冬だけど、エアコン、まあ、つけるか悩むんですよね。その、ラップ布団かぶってないとやっぱ寒いので、そう、エアコンつけたいなーって思うんですけど、でもつけなくてもやっていけるよなっていう、この、ね。わかります？つけたら負けだよなーって思いつつ、でもつけたいよなーって思う、このね。相手ファルチェブルーンか。ちょっと辛いですね。ここ、まあトルネで防衛するんですけど、トルネで防衛すると、この後のファルチェ防衛を突破できないんですよね、これ。で、アドになって2周目の、バルーン来て、ツムツムっていうのがね、もう見えてるんですね、僕には。これなぁ。強えんだよなぁ、ファルチが。あ、でもカウンターが、キョスケの爆破で阻止できるのはでかいですね。うん、というわけで、まあ、一回後ろから、まあ、ジュアチャで行きつつ、まあ、トルネタルババでファルチ処理できるのと、あとは光栄のね、ダメージ。ワンチャンライトニングとかでもなんかできそうですので、ここ一回、行かなくてよかった。まあ、でもバルキリーなので、これ多分回らないから、しかもあれが。ファルチが回らないから、多分これはね、処理できない。神ザップが来るぐらい。うわ、めっちゃいい処理される。これタルババつけるだけでちょっとだるいと思いますね。コストがないかな。OK。というわけで、はい、チンパンって感じです。いや、マジでこれ見てわかる通り、すごい。ね。ただ形作って、ファルチいない時に攻めてるだけみたいな感じなんですけど。まあ、勝てれば何でもいいですからね。言っちゃうとね。これライトニングボーイしたいですね。バルキリーバルーン。
されるの分かってるのか。これはでもディガーがないので、ここは結構まあ、いや一発入れないか。ちょっといやこれ守りすぎかな、ちょっと守りすぎだったかな、もしかしたらこれ2周目普通に守れなくなっちゃいますね。まあ、でも気合で守りますけどね。OK。気合でね。気合で守りますよ。よいしょ。うい。これ全部、全部で。頑張れ。君たち、君たちならいける。OK! 耐えた。これに、まあ、キャスケでもエリゴレでもどっちでもいいと思うんですけど、エリゴレだと簡単に処理されちゃいそうなので、よいしょ、ここをね、引っ張ってあげて、さらに、エリゴレ、勝ち。というわけで、結構チンパンですね。最後、防衛が怖かったですけど、まあ、これで、多分、キングももう絶対守れませんので、という感じですね。グッドゲーム。お母さんごめんね。という感じで、何勝したかな？さっき30試やってこれか。今2勝ですね。というわけで、ラスワン。ちょっとマッチング時間長すぎて狂いましたね。よし。ということで、そういえばですね、昨日、僕インスタやってるんですけど、クラロアアカウントで。はい、ラットっていうので、クラロア、インスタやってるんで、ぜひね、フォローしていただけるといいんですけど、まあ、特に僕の大してつまらない日常を適当にね、ストーリー上げたりとかしてるだけなんで、まあ、興味ない方はいいんですけども、昨日雨降ってたんですよね。雨降ってたんですけど、夜ご飯なくて、お腹空いてたんで、さすがに食わないのもあれだなと思ったんで、僕はね、コンビニ弁当なんかで済ます男じゃないっていう、もうね、の思い込ませると言いますか、俺はコンビニ弁当で終わんねえと思ってね、わざわざ、コンビニのすぐ近くにスーパーがあるんですよ。なんで、スーパーまで行って、買いましたよ、本当に。食材を、白菜と豚バラ肉を。こう、すごくないですか？もうわざわざ買って料理しましたね。ミルフィーユ、なんだっけ？ミルフィーユ鍋。多分実家とかでよく出てきたんじゃないのかな？わかんないですけど。そう、ミルフィーユ鍋っていう白菜と、まあ、豚バラ肉がミルフィーユ状にね、なんか、その鍋にこう詰められてて、まあ、ミルフィーユ上だからミルフィーユ鍋って言われるんですけど、まあシンプルで楽で美味しいっていうので作って食べましたね。いやマジで料理をねしたいんですよ。僕は料理をしたい欲がすごいあるんですよね。でも、まあ、やっぱめんどい。あと、まあ、出かけるときはやっぱちょくちょくあるので、まあ、個人的には結構毎日の頻度ぐらいでね自炊したいんですけど、ちょっとめんどっちいですよね。なんか料理できるとすごいいいじゃないですか。なんか思いません？僕だけなのかな。なんか困った時に、うーん、お腹空いたからこれ作ろう、これ食おうみたいな、あのね、ちょっと楽に料理する感じに僕はちょっと憧れますね。よいしょ。なんか僕謎な憧れをすぐ抱く習性があるんですね。これ見て、んにょーん、あんにょーんって、なんか韓国の誰か言ってた。あんにょーん。よいしょ。これやばい。ファルチャー違くね。まあ、ライトニング打てばよかった話なんだけど。今、ファルチャー使ったよね、君っていう。で、俺、マジガチャサックル上手くない？これ、俺、喋りながらしてるからね、ずっと。知ってた？みんな。よいしょ。うい。あ、え、うまいわ、君も。君もちょっとうまい。まあ、でも、ここでね、相手は攻め取るねまで使いましたので、後ろから行って、相手の、スパーキャット忘れてたわ、もう。ファルチェとかライ、あれを全部ライトニングトルネでぶっ潰そうっていう回ですね。うわ、それうまい。うわ、それもうまい。まあでも、キョスケで。まあ、キョスケで耐えれるんですけど、このアドがね、ちょっと弱い。ジャイスパになんか相手、なんかいろいろぶっ詰めすぎてない？このキョスケの前にエリゴレつけるって、さては天才じゃな、俺。気づいた。うわ、なんでだよ。なんでだよ。で、まあ、トルネやって、待って、キョスケの僕は行かせねえ。待って、下手。これ、ライトニング打ちます。ディンディンディン。で、ファルチェもやってほしい。やばい、ちょっとやばい。いや、落ち着き、焦るな。ラッティンは焦らない。いつでも焦らない。で、これ、トルネで下げて、よいしょ、待って、やばい。陸受けない。え、でも、聞いてください。僕は最近動画でマジで負けないんですよ。別に、変なバトルで負けたから取り直しっていうのはあんまやってないんですけど、
最近動画基本3連勝なんですよ、マジで。マジで負けないんですよ。グラチェラも、9勝のとこから10、11、12とかでやるんですけど、マジで負けないんですよね。俺、上手くなったなって最近すげえ思いますね。よいしょ。おい、まあ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 。相手スペルねえっすよね、こいつ。こいつスペルねえんで、兄貴的にスペルねえんで、そこをね、しっかり耐えて、最後ね、ぶちかましたいと思います。ふぅ。でもハチが来るんだよね、これ。一回流して、エリコで出すの出さないのって思わせる作戦。成功。騙し成功しましたね。これ今、ハチないので、このベビドラは多分あれでどうにもできないんですよね。へい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 。釣られてきやがったぜ。これトレネで下げつつ、うわ、それちょっと厄介。うん、ちょっと厄介。まあまあまあ。で、ここでどっちを行くのかっていう。こっちです。で、あ、待って、トレネね。あ、待って、下手だった。下手だった、ちょっと待って。これ、トレネ配置で終わるかな。うお、でも、うわ。うわ、ちょっとやべ。いや、待って、エリゴレが奇跡起こしてくんねえかな。まあ、皆さん落ち着いてください。あと1分あるのでね。1分は長いですよ。で、このジャイアンのダメージも許せないですね。もう僕らになると。ケチなので。で、どうにか、あれででも削りたいですね。エリゴレ？あ、待って。これエリゴレだけに組んだらあいつ、相手さ、死亡じゃない？エリゴレベビだな。俺ぐらいになるとわかる。コウモリが来るから。あはは、そんなことあった。いや、待って、俺ぐらいになると、ここで削んないと負けっていうピンチをすごい悟って、マジアチャで犬くんだけど、え？来たくね？答えて、オッケーオッケー。マジで、タイブレイクでもいいから、何でもいいから勝たして、俺を。おい。来たよね、これ。相手これで最後ロケットとか飛んできたらどうする？いや、攻めさせない。やばい、待って、攻めてきた。ちょっと待って。オッケー、ミリピカ飛んだ。カタカタ、さすがに勝ったでしょ。これだって、ジャイアンのダメージを防いで、俺がライトニング最後打てば、これで最後、相手もライトニングとか持ってたらどうしよう。いやー、来ましたね、3連勝。いや、マジで再現ね、負けないっすね。マジで。ちょっと気分がいいっすね、こっちも。はい、というわけで、マジでね、皆さん、料理できた方がいいですよ。だってもし彼女ができたとするじゃないですか。彼女が料理できなかった時にちょっと辛いじゃないですか。できてほしい欲がちょっとあると思うんですよ。まあ僕だけかもしれないですけど。でも男もね、でもその一緒なんですね。男ができた場合も一緒で、わあちょっとね、かっこいいなっていうのもあると思いますし、もう自分としてもね、こう生きていけるっていうね、なんかちょっとあるんでね。料理皆さん、できるようになりましょう。はい、あ、ママにね、ママに教えてもらってください。というわけで、今日はね、こちら紹介したんですけど、まあ、とりあえず強いので使っとけって感じです。よければね、チャンネル登録と高評価もねよろしくお願いします。で、今日動画2本出すので、まあ、どっちが先か分かんないですけど、はい、土日2本なんでね、ぜひ見てください。あとね、月曜日かな火曜日かな、ね、分かんないけど、岡山の方で入試があるのかな、多分。はい、ですので皆さんね、入試ある方は、頑張ってください。マジで後悔しないように、はい、動画なんか見ずにね、はい、頑張ってください。ではお疲れ様でした。